はい、お待たせしました。それでは本日の論文群学処方セミナーを始めていきたいと思います。担当します平林です。よろしくお願いします。はい、それでは、まず皆さん、本試験本当にお疲れ様でした。で、今が本試験が明けてまだ火曜日の、夕方ということで、まだ疲れが取れない時期かと思います。で、今の時期がですね、もうすでに就活が少しずつ始まっているということと、ただ、まあ、そうは言ってもやっぱ本試験の手応えが、ほとんどの人がやっぱりすごく手応え悪いと。で、こういった中で、じゃあ就活をするのか、それとも次年度に向けて早めに学習を再開するかとか、すごく悩ましい時期かと思いますので、疲れかと思うんですが、ぜひ役に立てたらということで、このセミナーを設定しております。で、本日のセミナーはアーカイブ予定しておりますので、疲れていて、ちょっと概要だけつかんで、あとは退室という方でも大丈夫ですので、後で詳しく知りたい方は、アーカイブですとか、あと9月以降に科目ごとでリスタートガイダンス予定しておりますので、その時にもっと詳細を見ていただくというのでもいいかなというふうに思います。で、本日の内容はこちらの、一番最初のページにあるんですが、本日この画面共有しているレジュメについては、リアルタイムの、見てくださっている方は休憩明けですね、ちょっと1時間ほど経ったところでリンクが設定できますので、その時に、ダウンロード用のリンクを、お出しします。で、それからアーカイブで見てくださっている方は、アーカイブの時に資料のダウンロードのリンクを一緒に貼っておきますので、そちらで見ていただければと思います。YouTube で配信するときは概要欄ですね、その他ってとこポチッと押していただけるとリンクが見えるようになっております。はい、そしたらじゃあまず、最初にですね、まあ、直後に多い悩みということで、おそらく皆さん今見てくださっている方の中で、あ、これこれ知りたいっていうのがあるんじゃないかと思ってまとめておるページです。で、就活の話ですね、概要をまずちゃんと知っていただきたいということと、それから、まあ、学習再開するにしてもいつから再開するかとかですね、判断基準が知りたいですとか、それから論文の前にすでにこう学習が何ヶ月かストップしてたという方もいらっしゃるかなと思います。まあ、その場合に何を、目安にして立て直すかとか、立て直しのポイントですね。で、それから、この間が論文3回目だったと。で、まあ、12月担当とか5月をもし受けるとしたら、何を気をつけてやろうかとか、そういったところの話もしたいなというふうに思っております。はい、じゃあまずは今後の大まかなスケジュールですね、いきます。で、今が8月の20日なんですけども、まあ、9月以降にどういった流れでいくかというのがこの見取り図ですね。で、まずですね、もう本日からタックのいろんな校舎で主催しています、地域で合同説明会やっております。で、特に今年関東の大手が9月の2日から7日っていうものすごくタイトなスケジュールで、そこでしか法人の説明会がないです。なので、そこでこう職員さんと細かいこう個別のやり取りっていうのはなかなか難しい状況なんですね。全体向けの説明会しか2日から7日はないと。って言った時に、この8月の23日が個別で対面で話せるすごく貴重な機会に今年はなっています。ですので、まあ、少しでも関東の就活を考えている方は、できるだけ8月23日来ていただくといいかと思います。地方の方で来るかどうかすごく迷っている方いらっしゃると思うんですが、この23日だけ来ていただければ、9月の2日以降、ね、ずっと泊まり続けるって結構きついと思うので、9月の2日以降はオンラインで参加で、23日のところで各法人の方に直接一気にお話を聞くとかいうのもいいかなというふうに思います。はい、で、まあ、説明会が9月の、まあ、大手だともう7日には終わるということですね。で、その後、例年だとここで10月にずっと個別の相談があったんですが、今年は大手はもうないです。もう7日で終わり、全部ないと。で、発表日終わってから説明会とか、まあ、採用選考がどんどん開始すると。もう面接の申し込みがもう当日には開始するような感じですね。で、大手法人以外は、まあ、少し事業部ごとの説明会とかイベントとかを10月以降も少しやってくださるというイメージです。なので、今年は、まあ、ほとんどその大手で言うと7日にはもう終わる。で、その後は自分が興味持ってたら少し就活を継続ということなんですが、かなり時間が空くのが早いというイメージですね。例年だとずっとなんだかんだで10月中勉強しようと思ってたけどできませんでしたという話あったりするんですが、今年についてはかなり状況が違うかなというところです。はい、ということで、まあ、法人説明会の話と、で、並行してタックで就職のサポートをいろいろやっておりますので、これはいつも通り、例年通りです。相談会を個別で実施していたりとか、関西の方は対面でも実施ありますので、ぜひお近くの関西の校舎にお問い合わせください。で、オンラインで面接対策やってますし、エントリーシートの添削も順次進めると
というところです。はい。じゃあこの左半分で試験対策っていう方なんですけども、試験対策でいうと、まず12月をもし受けるという方は、今週末23日から申し込みが開始というところですね。で、まあ、試験の手応えが悪くても、この9月2日とか、特に大手はここですね、7日のここは、勉強再開するにしても、ここは説明会は行ってほしいなというところですね。で、あとはですね、中期目標として、よく言うので言うと、その担当の日ですね、12月担当の日に次の年度のその論文の初年度生が入ってくるという状況ですので、この時にまず会計学はもう肩を並べるというか、まず計算力を戻すとか、そういうのが目安になります。で、この計算力を戻すのが、例えばこの2、3週間ですぐに戻るっていうんだったら、ずっと休んでても大丈夫かもしれないと。ある程度計算力に自信がある方とかですね、本試験の手応えはまあ皆さん多分悪いはずなんですが、これまでの模試とか答練とかでもそんなに大きく平均は割ってないとか、計算でちょっとやらかしはあるかもしれないけども、まあまあ、別に連結がものすごく苦手とかそういうことではないですって人は、まあ、合格発表まで待って3週間で戻すっていうのでもいいです。ちょっと不安があるとか、計算にてこ入れが必要な人は、まあ、9月とか、まあ、10月ぐらいから少しずつ開始するかなというような、例年だとそういうようなイメージですね。で、すいません、合格祝い金ここ入ってますが、ちょっと今年については実施がなしで、合格の返金制度があるというところですので、もし早めに申し込まれた方は、もし受かってたら全額返金とか科目合格返金とかいうふうになっております。で、簿記の1級があるので、結構それはおすすめですね。ここが中期目標として、まあ、簿記1級に受かるぐらい計算力を高めようとかいうので、目安にして頑張る方もいらっしゃいます。で、再開するかどうか、ちょっともうちょっと後で詳しく話しますね。で、まずは手応えに関わらず就活やっていただきたいということで、目安としてここを入れておきました。で、まず情報が入ってくるように体制作る必要がありますので、まあ、各種登録などをしてほしいと。で、それからセミナーを見るとか説明会を見るとかいうとこですね。ちょっともうちょっと詳しいページここに入れましたので、各地域の、説明会、こちら見ておいてください。で、託生については、絶対に入手してほしい資料がありまして、この資料を持っているかどうかで、就活の、具体的な進め方が変わってきます。で、これが、直前期過ごし方セミナーっていうものがすでに配信されてるんですけども、この中に、前の年度で面接とかエントリーシートで何を聞かれたかっていうのが全部入ってるんですね。で、これがすごく内部情報というか、いうとこなので、内部向けの講義でしか配っていない資料なんですけども、こちらを見ていただくと、あ、じゃあ自分はあそこの法人行きたいから、事前にこういうことを考えておこうかなとか、そういうのができます。はい。で、8月中、今まだ見れますので大丈夫なのと、9月以降はですね、就職サポートっていうのを登録しておかないと入れなくなるっていうのがあります。まあ、9月以降で気づいたときに、あ、登録しなきゃっていうのでもいいんですが、まあ、早め早めでやっておいた方が、この辺ストレスなくすぐに資料をダウンロードとか見れたりするのでいいかなというところですね。で、それから就職ガイド、これ他校生、託生以外の人も入手可能なものですね。この就職関連の最新情報っていうところにですね、ここに全部就職ガイドとか全部入ってます。で、そこからダウンロードできるようになってますので、こんな感じですね。ここにデジタルブック版あるので、ぜひ見ていただくと、いろんな法人の説明とか就職の細かい流れとかが分かるようになっております。で、就職ガイドで、まあ、概要とか、どんな法人あるのかなとか、そういうのを見ていただくと。で、そこからは、じゃあ実際に説明会を参加しましょうというところですね。で、こちらのオンラインプレゼンがすでに昨日実施が終わってます。で、ここから対面のタック主催の説明会が始まるというところですね。はい。で、9月2日からその大手の説明会があるんですが、こちらオンラインの実施ありますので、地方の方でなかなか東京まで来れないとかいう方は、こちらはオンライン参加でもいいかなというところです。ですね。で、その時に、まあ、何をこう考えて説明会を受けるかとか、もしも対面で懇親会があるとかいう方でしたら、ぜひですね、先に過ごし方セミナーで、まあ、自分の、なんですかね、こう就活に臨む前のこう準備をちゃんと整えておいた方が、ストレスなく相手の方と、あ、こういうこと聞きたいみたいなふうに、話がやり取りができたりしますので、できるだけタック生は早めにこの資料を見ていただいて、できれば動画まで視聴してほしいなというところです。で
ね。で、それから8月の23日にその東京でいろんな法人、28法人ですかね、が参加されて、もうかなり長い時間ずっと話せるような状況にするんですけども、こちら予約が必要です。で、この QR コードから予約できますので、まだの方は必ず前日まで予約をお願いします。で、ちなみにですね、この18時までとなってるんですが、横に夕方ぐらいからご飯食べれるスペースがありまして、そのままそちらに移動したら20時15分までお疲れ様会ということで、法人の方も一緒に立食パーティーしたりとか、講師も私とかサンタさんとか、あと恵学の桑原先生もいらっしゃるとかですね、あと計算のいろんな先生も来てくださりますので、ぜひ試験の話はそんなにしなくて大丈夫なので、就職頑張ってねとか、お疲れ様みたいなゆったりした会なので、ご飯食べがてらぜひ寄ってってもらえたらと思います。ちなみにこの法人の方ですね、説明会の後のそのお疲れ様会に参加してくださる法人の方が、タックの卒業生の方中心で来てくださるので、法人の方っていうよりは先輩みたいな感じで、ラフに話せるような会になってますので、ここまで長い時間すごく個別で話せる機会っていうのは貴重だと思いますので、今年から始めるんですが、このお疲れ様会はぜひぜひ活用してほしいなと思います。ちなみにタックじゃなくて他の予備校の方でも参加大丈夫ですので、もし他の予備校の実施のものがタイミング合わないとかいう方でしたら、ぜひタックのものもご利用ください。で、詳しい情報については公式の LINE で今後告知をしていきますので、まだの方こちらから登録ください。この就職活動のこちらのホームページとこの公式 LINE、 この2つを登録してもらえれば、大きな情報の漏れっていうのがないようになってます。で、就職活動、これまで大学生とか専念で勉強してた方はなかなかね、法人の人と会うだけでもすごく緊張すると思いますので、どういったところに気をつけて相手と接するかとか、そもそもの就活って何でしょうかと、こう自分を大きく見せるんじゃなくて、まず、相手の情報を仕入れる、でそれをこう組み立てて、自分はこういうとこが興味あるなとか、で自分についても情報を集めて、自分はこういう時にこういうところがすごくやりがいを感じたなとか、そういえば中学校の時こうだった、高校の時どうだったみたいなふうに自分自身の情報も整理すると。で、その後でじゃあ相手に組み立てたものを伝えるとかですね、自分はあなたのそういう法人のこういうところがすごく興味がありますとか、で自分はこういう人間なので法人でこんなふうな活躍とか貢献ができると思いますみたいなふうに、その集めて組み立てて、で伝えるまでが就活なんですけど、そこをですね、タックはかなり細かくサポートしますので、初めて就活の方も全く不安なくできますので、ぜひこういったところは頼ってほしいなというふうに思います。もしね、就職活動をやったことある方は、先ほどのこちらですね、もう社会人経験ありますとかいう方だったら、直前期過ごし方セミナーの資料、これを見て、で各種説明会に行くだけで、もしかしたらいけるかもしれないと、かなり詳細な情報入ってますので、就職活動の経験ある方は就職対策講義は別に特段別にマストではありませんので、こちらは本当に就活自体の、ビギナーさんみたいなところだと思ってもらうといいかなと思います。で、個別相談設定しておりますので、こちらもぜひご利用ください。で、よくいただくご質問としては、もう今年全く就職じゃない合格の可能性がないですと、何かの科目を受けてませんとかですね。で、そういった方がじゃあ就活をするかどうかということですごく悩まれる時期です。で、私は個人的にはどんなに合格可能性なくても説明会オンラインでもいいんで行ってみてほしいなっていうのがあります。で、なんでかっていうと、これまでいろんな受講生さんと接してくる中で、就活やらなきゃよかったって人いらっしゃらないですね。で、もう絶対今年ダメだってなったんだけど、でももういやいやだけど、とりあえず説明会行ってきますみたいな、いやもう絶対ことしないんだけどなと、だって科目受けてないしと、でこんな自分が行ってすごくこう相手に迷惑じゃないかとか、皆さんこう不安な中行かれるんですけど、でどうでしたって聞いたら、いやもう本当行ってよかったですと、であんなにかっこいい先輩いっぱいいるんだったら、僕今年1年頑張れそうですとか、いやすごく素敵な方いたんで、なんかこれから応援してくれる方とかいらっしゃったから、すごく来年8月まで長いけどなんか頑張れそうですみたいな人とかですね、やっぱ行ってよかったって話ばっかり聞きますので、今年合格可能性がゼロという方でもぜひ説明会だけでもですね行ってほしいなと思います。
よくモチベーションの話とか、ね、ご相談いただくんですけども、勉強自体はそんなに楽しくないと思うんですよね。多少は発見があったりとか、あ、そういうことだったかとか、そういうアハ体験みたいなのは多少はあるかもしれないんですけども、圧倒的に自習の時間がやっぱり受験って長いですよね。で、覚えてるのかどうかとか、いや、こんなにやって点数が取れるかどうかとか、ずっと自分を疑い続けなきゃいけないっていうのが受験勉強だと思うんですよ。で、その時にじゃあ何が支えになってくれるかっていうと、本当に人それぞれだとは思うんですけど、人によってはやっぱり憧れてる人とか、あんな感じで働きたいなとか、そういうイメージがあると踏ん張れるっていう人も多いです。人によるので、それがすごい明確なモチベアップにずっとなるかっていうと、人にそれぞれかもしれないんですけども、かなりの確率で多分次年度に向けての、助けになると思いますので、ぜひ説明会ですね、オンラインでもいいので、オンラインだったら顔出さなくて基本的にはいいはずで、一応ちょっと個別相談とかありそうなスケジュールだったら少し顔を出せるようにしてもいいかもしれないですけど、基本は顔を出さなくて見るだけでいいはずですね。なので、全体説明会だけみたいなスケジュールだったらちょっと見てほしいなというところはあります。ですね、合格可能性がもし完全にゼロでもおすすめというところですね。で、それからそもそも学習をもし来年ってなった時に続けるかどうかとかですね、その辺で悩んでる方も多いかと思います。で、その場合ですね、この進路選択セミナーっていうのがありますので、こちらもアーカイブぜひご覧になってください。で、5月担当の実施後のバージョンなので、基本的にはその担当がダメだった方向けっていうもので設定してますが、これは担当合格されてる方についてもすっごく参考になる動画と資料ですので、ぜひ将来が不安だとか、親御さんと相談するにあたって何か考える土台が欲しいと、材料が欲しい方はぜひこちらをご活用ください。これも卓生以外の方でも視聴が可能となっております。で、こういったものを見た上で、自分の場合、じゃあ具体的にどうだろうというふうになりましたら、タック生、こちらの、就職サポートの相談で、予約不要ですぐに随時相談ができますので、そちらもぜひこれ、使ってほしいなというふうに思います。で、じゃあですね、就活は皆さん少しでもやりましょうねという話の後で、じゃあ学習再開するかどうかという話ですね、いきたいと思います。で、主な判断基準が3つありまして、まずは計算科目になります。で、本試験の手応えとか、本試験で何点だったかっていうのはあんまり参考にならないです。なんでかっていうと、そもそも偏差値で決まりますので、他の人がその4000人とかの人たちがどう取ったかで変わるんですよ。だから予備校がこれぐらい欲しいですっていう水準よりも、小さい、少ないことが多いんですけども、そこがどこになるかっていうのは、もう本当に蓋を開けてみないとわからないというのがあります。ですので、本試験のよりも前ですね、本試験に臨む時にすでにすっごい苦手意識があったのかどうか、実際に取れたかどうかじゃなくて、答練とか模試の時の成績とか手応えとか苦手意識とか、そちらが大きくなってきます。ですので、もし個別相談いらっしゃる時に自己採点の結果持ってくださる、あ、もう持ってきてくださる方いらっしゃるんですが、あんまりそこは私見ないです。で、そうじゃなくて、じゃあ模試の時どうでしたとか、もし体壊して全国模試受けられなかったとかだったら、じゃあ答練の時どうですかとか。直前答練はね、ちょっと母集団が高いので E 判定でも全然受かるんですけど、例えば基礎答練とかアクセスとか、5、8の方だったら5月8月の時に5月時点で何か計算科目、構造論点苦手でしたかとか、そういったところで、聞いたりしますね。なので、自己採点無理にしなくて大丈夫なので、自分としてどれぐらい嫌だかとか苦手かとか、そこら辺をまず一つ検討してください。で、この会計学と租税法の計算が結構時間がかかるところもありまして、租税法の計算は合格ラインギリギリまで持っていくのは比較的短期間でできるんですけども、稼ぐと、守った上で稼ぐ科目にするとなると、少し時間があった方が有利だなというところがあります。それから会計学計算、一番最初に挙げたのはなぜかっていうと、12月担当終わった人ってここが結構仕上がってる状態で乗り込んでくるんですよね。で、その人たちと肩を並べるか、それに近い状態に12月時点で戻せるかっていうのがありまして、で、そこが苦手意識が強い方だと、てこ入れが3月までかかっちゃうというのがあったりします。ですので、まずこちらですね、この3科目についてご自身の
嫌さ加減というか、そちらをまず検討してください。で、2点目として、学習時間っていう面があります。合格発表以降でも、例えば専念で勉強されてる方だったら、ずっと休んでおいて、もうそこからよし、じゃあ月曜から土曜で10時間やるぞとか、8時間でコンスタントにやろうとか、そういうのができたりするんですが、合格発表の後で、例えば平日に本当にもう2、3時間しか、確保できないとか、そういう方でしたら、少し手前からやってる方は多いかなという印象ですかね。模試の時の判定にもよるんですけども、そちらはちょっとやっぱり個別の状況で、完全に休める方と少しだけ継続したいなとご自身が判断されてやるケースもあります。で、それから3点目として、例えば免除が切れるという話ですね。で、3年間、例えば何かの科目がなかったと。で、ここからもし戻るってなった時に、ちょっとこれは自分は他の人よりも肩並べるまでに時間かかりそうだぞという場合は、少し前もってやるケースもあります。ですね。ということで、一番大きいのはやっぱり1点目ですね。計算科目の苦手度合いで検討されるのがいいと思います。ですね。で、ここからなんですけど、じゃあリスタートするには、もし仮にするとしたりとか、あとはもう合格発表後から万が一ダメだったら、その時からでやろうかどうか判断するにあたってですね、リスタート生って一般的にどんな強みと、それから弱みがあるかっていうのを事前に知っておいていただくと、もう思い切り休むか、もしくはちょっとやるかっていうのが参考になるかと思って、これ共有してます。で、このページが強みで、次のページが弱みですね。で、まず強みとしてインプット面、アウトプット面に分けてます。で、インプット面の強みとしては、比較的何が基準書に載ってるかっていう話ですとか、それからどこを覚えるかとかね、そこの区分けが分かってるというのがあります。覚えるべき場所で、ここをしっかり固めれば高得点いけるんだろうなとか、ここは基準書に載ってるから弾ければいいなとか、そこら辺の要領が分かってるっていうところですね。で、一般的には、いろんな論文討論とかを通じて、複数の論点を一緒に出題されるとかいうのがあるため、体系的な横串刺した理解っていうのが進んでることが多いです。ただ、ちょっとこれはこれまでどんな勉強をしてたかによるというところですね。で、この3点目の強みとして、租税とか経学とか、そちらの講義消化が初年度生に比べれば少ないというのがあるので、そこにで空いたところで他の理解強化の講義とかが受けられる。インプットにさらに深掘りするようなインプットが可能っていうところですね。で、4点目として、就活でいろんな法人さんの具体的な業務とか業界とか、そういったものを見ることで、監査って本当はこういうふうに実務でやられてるんだなとか、本当はというか、例えば、Excel とかですね、監査調書ちょっと作ってみましょうみたいなイベントが、中小の法人さんやってたりもするんですけども、そういうところでちょっと実務のイメージが前よりもつきやすいというのがアドバンテージになることもあります。で、アウトプット面の強み、大きく2点ですかね。時間配分とかそういったところが、これまでの答練通じて大体わかると。うまくいってる、言ってた方と、やることはわかんないけど、まだこれまでやれてなかったという人、いろいろあると思うんですが、大体の戦い方ですね、試験中の戦い方がわかるという強み。で、それから、どの時期に、あの時期、本当忙しかったなとか、2、3月の答練ラッシュ、本当つらかったなとかですね、思い出したくない時期いっぱいあると思うんですけども、その時期ごとで忙しさが分かってるってことは、少し逆算しやすくなるっていうのもありますね。で、初年度生には、大体この時期忙しいですよとお伝えはしてるんですが、やっぱり体感してるのとでは全然違うっていうのがありますので、ここも一つのその経験があるっていう強みかなと思います。ですね。ということで、覚えるところとか、試験中の戦い方がある程度分かってると。で、それから、ここら辺のね、租税法とかの講義消化に時間がかからないといったところで、一般的には強みとして、租税法と理論科目ですね、特に財務理論とか、そのあたりがあんまりへこまなくなるっていうのがあります。租税法計算とかですね、特に。で、今年が結構あんまりちょっと今日は試験の話しないんですけど、形式が変わったっていうのありましたよね、租税法で。なので、ずっと高得点だった方が、うわ、今年ちょっと稼げてないかもっていうふうに思ってる方いらっしゃるかと思うんですが、おそらくある程度ちゃんと計算力がある方は、どんなに形式が変わったりとか、難易度がすごい乱高下したりしても、偏差値なので、おそらく高止まりしてる可能性が高いです。どんなに形式が変わっても、すごく他の方に比べてへこむってことはしにくいかなというところですね。
なので、租税法がすごく去年苦手だった方とかは、もし論文リスタートになったら、ぜひ得意科目にはしてほしいなというのがありますし、で、逆算しやすいといったところで、できるだけ答練に合わせて準備をして受けるというのをやってほしいなというのが強みの、一般論ですかね、一般論となります。で、次ですね、弱みっていうのがどうしてもありまして、こちらを気をつけて過ごしていただくと、次の年に余裕を持って合格ができるというイメージです。で、まずインプット面の弱み4つですね。はい。で、まず1点目として、知識が抜けやすいというのがあります。で、担当の直後はもう本当にテキストをぶん回して、細かい結論も頭に叩き込んでいる方が多いんですが、論文で大事なところだけに絞ってずっと勉強していると、基礎的なところがどうしても抜けやすくなるというのはあります。ですね。テキストから離れすぎるとちょっと危ないですよという話ですね。ここの2点目につながります。あ、すみません、これ3つですね。基礎的な概念が抜けがちと。で、3つ目として、答練とか問題ベースに偏りがちっていうのがあります。で、もしかしたら、いろんな問題いっぱいあった方が、どん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 、いろんなきっかけからテキストに戻れるからいいじゃないかと。強くなるんじゃないかって思う方もいらっしゃると思うんですが、問題が大量にあるってことは、テキストに触れる時間が少なくなるってケースが結構あるんですね。で、この科目はもうとにかくこの答練を回そうとか、問題集とあそこの答練といろいろ回して、とにかく今までに見たことある問題全部潰すんだみたいな風になりがちで、で、それがこの上の弱みと一緒になっちゃったりします。問題集とか答練に行き過ぎた結果、担当超合格後のその論文初年度生に比べてすごくテキストが弱くなってるっていうところですね。ここが一番気をつけるべきところかなと思います。で、アウトプット面で言うと何があるかっていうと、先ほどのその時間配分は良くなるはずなんですよ。時間配分についてはリスタート生の方が経験値が高いはずなんですけども、ここですね、基礎が弱くなってると、基礎を応用する問題、ここで空欄にするって方がリスタートのなった方でちょっと多くなったりします。典型はとにかく書くんだけど、もう基礎の組み合わせとか見たことない問題の時によし、もう白くしちゃおう、他で稼ごうみたいななっちゃうケースがありまして、それやるとちょっと危ないなというところですね。暗記が弱いと結構もう部分点頑張ろうみたいなふうに、ちゃんと欄を1行でもいいから埋めようってことをできるんですが、その典型暗記が固めきたがゆえの白紙みたいな、白紙の欄みたいなのは避けてほしいというのがあります。ですね。で、それから、ここですね、問題ベースの学習がやりすぎると、論点ずれにつながったりとかですね、あの問題の答えだなと思って違うことを書いちゃう、で、テキストで抑えてないと、そういうことが結構ありがちというのがありますね。ということで、弱みとしてはテキストの基礎が抜ける。で、応用とか、あと簡単な問題でも少し論ずれが出てしまうっていうのがありますので、テキストベースっていうのを強く論文リスタート生の方にはお伝えしてます。で、これ間違えてほしくないのは、タックよくテキスト大事って言いますけど、テキストをずっと読みましょうとかそういうことではないです。いろんな問題とか、例えばテキストチェックゼミとか、いろんなきっかけを使ってアウトプットはやっぱやってもらいます。で、そこから戻りましょうって話ですね。テキストに戻る、いろんなきっかけから戻る。で、そういうふうにしてくると、テキストがもっと横断的に見えてくるし、基礎的なものもそんなに抜けないというふうになりますので、そちらの進め方についてですね、また各科目でリスタートガイダンス、9月10日以降ですかね、に開催を予定しておりますので、また日程決まったらお知らせしますけれども、テキストに戻るんだと、もう一回リスタートをもしするとしたら、新しい目標年度のテキストをもらえますので、そのテキストを本当にこうクタクタになるまで自分のものにし直すということをしていただくと、余裕を持って本試験当日も自信を持った状態でいけるかなというイメージですね。はい。で、2、3月はすごく忙しくなるので、テコ入れとしてはちょっと早めに終わらせてほしいというのがありまして、もしインプットとかを引っ張るとしたら3月末ぐらいまでやってもいいんですが、できれば1月、2月ぐらいには計算科目の強化とかそういうのは終わらせて、もし残るとしたら理論科目のインプット強化が3月末までみたいなイメージでいくといいかなと思います。はい。ということで、ポイント3つですね。まず、計算テコ入れ必要だったらちょっと早めにやりましょうと。次が法人税の計算ですね。で、担当の合格者が12月8日以降に来ますので、そこまでを1つ目安として、自分で中期目標を据えるのか、もしくは合格発表まで完全に休むのかっていうのを考えてみてください。
で、もしかしたら、例えば5月、8月だった方については、租税法かなり論点切ってたんじゃないかなと思います。で、その場合は、できれば、租税法をちょっと早めに開始しておくと、もし来年になったとき、すごく上位の状態で最初から入れるというのがありますので、会計学、特に今、忘れてないなと、租税法だけちょっと強化したいなって方は、少し講義を受け直して、で、トレーニングとかも使える状態になってきてますので、それを使うっていうのもいいかなと思います。で、3つ目として、インプット強化のものをいろいろ用意しておりますので、ウェブ論点別講義がすでにすべて配信済みですので、そちらを25にもし申し込みし直すのであれば、ウェブ論点別を使っていくと。で、ここに書いてないんですが、別途、今年はですね、関東の論文対策講義の構成を変える予定です。で、今までは関東の担当、論文対策講義は過去問演習を最初からしていたんですけども、もうちょっとこう合格ラインに行くかどうか、こう悩ましいところの方を確実に受かっていただくような講義を配信したいなというふうに思ってまして、なので過去問演習はもうやるとしたら別途考えております。解き方講座とかそういうのでやるというふうにして、関東の方の論文対策講義もこうテキストを論文向けのインプットを固めていくようなふうに考えておりますので、そちらもまた9月の10日以降ですね、にお知らせしたいなと思います。配信11月以降なんですけども、ちょっと本試験の状況とか皆さんの取り具合とかも踏まえた上でですね、基本そうですね、ちょっとこう過去問は何ですか、参考に提供はするんですが、そんなにこうレジュメは多く出さないで、テキストと、多少ちょっとインプットの強化になるレジュメ数ページとかで、それで全体をちゃんと財務理論でもさらっていくような講義をしようかということで、今調整を詰めているところなので、ちょっともう少ししたら詳細決まりますので、少々お待ちいただければと思います。で、当然ね、3月末まで出題範囲がありますので、そちらをペースメーカーにしてやっていくのがいいかなと思います。人によってはですね、例えば今年の1月2月3月で実施していた当連とかアクセスありますよね。で、タックで言うとアクセスが10回分3月末までありますし、で、理論科目は基礎当連と応用当連というのがあります。で、基礎当連応用当連って出題範囲がその都度あって、テキストをこう一周するような構成になってるんですね。なので9、10、11とかそのあたりで1回こう自分なりに基礎当連の範囲表を参考にしてさらうっていう方もいらっしゃいます。計算の論文アクセスも1週間1週間で、最初が連結キャッシュとかそういう感じで1週間ずつやっていくっていうのも手かなと思いますので、もしこう自分でペースメーカー何か毎週作りたいって方は、今年の1、2、3月の日程表をちょっと参考にして組むのもいいかなと思います。はい。で、スケジュール例ですね、4つ入れときました。まず一番上はちょっと特殊なケースですが、12月担当直近のものを受けるかどうかという方ですね。で、後でちょっとまたこれは一番最後のところで説明します。で、2点目として会計学がちょっとテコ入れ必要かなという方については、いつからやるかっていうのは本当人それぞれなんですが、計算をやるだけであれば、10月丸々使うとかでも結構できるかなと思います。それか、早い方だと9月の7日に終わって、もうなんか遊びたいとかリラックスしたいとかも全部終わりきったなと思ったら、もうそこから開始という方もいらっしゃいますね。勉強習慣を崩したくないって方だと、ずっと2、3時間続けるっていう人もいますが、どれぐらいやるかとか時間については本当に人それぞれだなと。使える時間とか今までのやりきった感とか、そこら辺にもなるかなと思います。はい。で、会計学は大丈夫なんだけど、5月8月だったから租税法がねみたいないう方もいらっしゃると思いますので、そういった方はもしできれば、発表より前に先に講義を、進めて、で、それからトレーニングをしっかりやるとかいうのもありかなと思います。で、ちなみに今基礎マスターの法人税の基礎のとこですねは配信が始まってるんですが、所得税とかが早めに受け出したいって時に25目標がまだ配信がしてないというのがあります。なのでちょっと今調整しておりまして、24目標の上級講義とか、そちらを見れるようにですね、今調整しておりますので、所得税とか消費税とか自分が切ってた論点やりたいって方は9月以降とかで見れるように今調整してます。ちょっとお待ちください。はい。で、論文リスタートで入っても初年度生向けの講義すべて租税とか経営学は見られるようになっておりますので、そちらで一緒に受けていくっていうのでもありです。はい。で、会計学計算大丈夫って方で、もしかするともっと強くしたいという方もいらっしゃるかなと思います。
そういった方については、例えば今までの教材をもう一回やり直すっていうのも一つですし、もしくはサクセスですね。市販でサクセス問題集っていうのがありますので、そちらを使って、よいしょ。まあ、やっていくっていう手もあります。タック生だと単価で2万円で今だったら本科生で登録できるので、そちらを使って例えば何か自分が苦手な構造論点のところを使うとか、下書きが全部ついてるのと解説講義がくっついてます。でアクセスを作ってる先生方でチームを組んでやってるものなので、まあ、比較的タック生は下書きも馴染みがあって、講義も大体の流れが分かって使いやすいかなというところですね。論文アクセスを復習するのか、それともサクセスで初見の問題で基礎的なものをちゃんと潰すきっかけにするというのもありかなと思います。はい。で、租税法と財務管理がありますので、気になる科目だけ使うって方もいらっしゃるかなと思います、ね。はい。で、すいません、ちょっと合格祝い金は今年がなくなってるんですが、合格の返金制度がありますので、そちらをご利用ください。で会計学も租税も大丈夫ですよって方は、まあ、もうずっと本試験までお休みになって、合格発表まで休んでおくか、ちょっとだけ理論をやる、もしくは計算をもうちょっと潰すっていうのもありかなと思います。はい。で短期中期目標ですね、すみません結構ちょっと時間が来て疲れてるかなと思うんですが、ちょっと概要だけいきます。で先ほど言った話ですが、まあ、担当の日ですね、ここを少し目標のラインとして考えていただく。で簿記の1級がありますので、こちらもしまだ取得してない方は結構形式に似てますので、おすすめしております。会計士の講座のものをしっかりやった上で、例えばパワーアップ問題とか論文アクセスとかですね、ああいうのでもいいんですけど、ああいう構造論点の総合問題をやる、個別総合とかですね、個別論点の総合問題とかいいんですけども、そういうのをやった上でちょっとだけ簿記1級の過去問を何回か解くといいかなと思います。で1月から3月4月とかは当連とかアクセスがドドドッときますので、そこはもう絶対にずらさずに受けるんだと、準備が多少足りなくてももう受けると決めちゃってほしいなと思います。で4月にはもうインプットとかそのテコ入れみたいなのを終わらせておいて、で模試の1回目で平均下回らない、大問ごとで平均下回らないのもそうですし、できれば守った上で上位に行ってほしいっていうのが理想っていうところですかね。はい。でじゃあもうずっと休んでよと言った場合なんですけども、合格発表の後からもし万が一来年ってなった場合には、まず計算だけ1回やっていただきます。もう2週間ぐらいですね、2週間か3週間あれば計算全部さらえますので、まあ、その時にまたやり方説明しますね。例題まずさらえましょうとかいう話をするんですが、まあ、そこで計算のテキストまずザーッといってから、ちょっとだけ例えばパワーアップ問題とか担当過去問集を使うようなところで思い出しをしてもらいます。計算さえ思い出せれば、なんとか、まあ、管理とか租税とかも後でできるんですけど、財務計算が時間かかるようだと、ちょっとなかなか後がきつくなっちゃうかなというところですかね。はい。詳しくはその時に、本試験の発表後の当日の14時からやりますので、その時に見ていただくのも大丈夫です。はい。で、こちらは参考ですね。模試の1回目、2回目で成績がどうだった方が実際の本試験どうだったかという話です。ただこれどこの組み合わせに何人ぐらいいるかっていうのは本当にまちまちなので、本当参考にしかならないかなというところなんですが、まあ、E 判定の方でも2回目の模試ですね、2回目の模試で E 判定の方でも、まあ、15% 受かってるというところとか、まあ、2回とも E 判定でも 15% 合格とかですかね。で5月8月の方だと欠席してるので、こちらの方に第1回目が欠席で、で2回目の模試がどうだったみたいな風になるかと思うんですけども、あくまで参考として見ておいてください。で、まあ、判定もそうなんですけども、やっぱりまあ自分としてのどれぐらい苦手意識があるかどうかですね、そちらで考えてほしいなと思います。はい。で、コースについてはですね、こちらのリベンジキャンペーンのホームページがありますので、こちらにすべていつまでに申し込むとこういった制度がありますよというのがあるので、最新版こちらで見ていただきたいなと思います。で、もし申し込むとですね、25目標のテキストですね、マーカーとか書き込みが全部入っているテキストがもう入手できるようになっております。で、今時点だと中里先生のバージョンで監査論は作成してるんですが、9月の時点で最新版の岡田先生のテキストも監査論は加えてアップしますので、でこれで財務計算以外はすべてマーカー入りのテキストが担当科目は揃うというイメージですね。はい。なので、まあ、移籍される方ですね、タックに移籍される方は、このテキストを
見ていただくと、初学者がどんな講義を受けているかっていうのがイメージできますので、ぜひこちらは活用してほしいなと思います。で、これ書き込みが自分で追加できますので、グッドノートとかそういうアプリとか使えば、タブレットで後でダウンロードしたものをさらに自分で加工するとかいうのも可能です。で、詳細ですね、各科目でじゃあ具体的にどんな講義をどういうふうに使っていくかとか、それから教材の改訂点がありますので、そちらについてはまた9月10日以降ですね、皆さんの就活が落ち着いた時期に最新版の話をしたいなというふうに思っております。もしそれより前に再開したいって方は、まずは租税法の復習を始めるとか、どこが苦手かとか、講義受け直したいとこがあるかをこうさらっていただいて、その後でじゃあ全体的なその科目ごとの戦略については一緒に見ていければなというふうに思っています。で、先ほども言いましたけれども、その関東の収録講義ですね、論文対策講義がかなりガラッと変わる予定なので、財務理論も吉田先生と今話しているのが、テキストを、先ほどのこれですね、マーカーのテキストあるんですけども、これ担当生向けなんですよね。担当を受ける方向けのマーカーにもなってますので、ちょっと論文向けのマーカー入っているテキストを使いながらだと、せっかくこの、マーカー入りのテキストを作ってるっていうのはありますので、そちらを使いながらで論文対策講義をお願いできませんかみたいな話をしてたりします。財務理論をテキストを使いながら一周するみたいなイメージですね。論文論点を一周するような講義をイメージしています。で、他の科目についても、最初から過去問演習っていうのだと、ちょっとやっぱりリスタート生でも結局使うのが5月ぐらいになるということが多かったので、12月、1月、2月とかで受けられるような、その当連と合わせて受けられるような講義の内容にしていこうというふうに今調整しています。で、じゃあ、学習ストップしていただく場合と、それから担当を受ける場合の話などですね、いきます。で、学習結構特に12月合格された方で論文になってからストップしてる方ってよくお話を伺ったりするんですね。で、そういった場合はいろんな制度ありますので、ここから立て直してぜひですね、来年に向けてスタートダッシュというか切れるように、まず環境を整えるとかしてほしいなというのがあります。で、まずは通信制の方はですね、通学の校舎の日程を使うのが一番分かりやすいので、講義の日程表の見方に慣れておくとかですね。で、心構えとしてはやっぱ完璧主義が一番受験のこう妨げることになりますので、やっぱ本試験って完璧な点数を取るものではないですし、で、みんなやっぱりいろいろやらかしながらで受かるんですよね。で、ただやっぱりどこかこうここは取りたいっていうものですとか、考える土台として覚えなきゃいけないものとか、使う武器みたいなものがあるんですよ。で、その武器をちゃんと固めるのをできるだけ自習でやるんですけど、武器の使い方とか、こういうふうに問われたらこういう発想でこの引き出しを開けてこの武器を使おうみたいな、そういうのがやっぱ統連で積んでいく、経験を積んでいくっていうのがあるんですね。なので統連時点では、点数取れたらいいですけど、別にそれはマストじゃないと。統連受けること自体がかなりの学習効果があったりしますので、もし今まで統連受けられなかったとか、準備が終わらないから基礎統連をずっと受けられなかったとか、そういう方については、ぜひそこはまずハードルを下げてほしいっていうのがありますね。で、完璧主義の方が結構ありがちなのが、相談を使ってないってケースが多いです。で、質問コーナーとかそういったところでちょっとでも話聞くと、その状態でいいんだと、それで受かるんだみたいなふうに発見があると思うんですけど、本当に一人っきりで勉強されていると、やっぱりちょっと論文は難しいなというのがありますので、ぜひここからもし再開するってなったら、質問コーナーとかいろいろありますので、フル活用してほしいなというふうに思います。ということで、そうですね、完璧主義を封印するためにもいろんなサポートを使いましょうねというところですね。で、サポート制度について別でまとめてですね、担当直後にやったものなんですが、よいしょ、これですね、タックのサポートをフル活用しませんかっていうセミナーを YouTube で配信してますので、ぜひよければこれ見てみてください。具体的な質問ルームとか質問コーナーの入り方とか、そこら辺も画面共有しながら見せてるものですね。で、ちょっと戻りまして、で、ストップしていた場合で、いろんなサポートを使いましょうねというところですね。で、ちなみにですね、8月末で受講期限切れると思うんですが、9月以降も質問コーナー、これ使えます。まず対面のもの使えますし、オンラインですと就職サポートにちゃんと登録していればウェブスクールに入れるんですね。
で、ウェブスクールに入れれば、そこから質問コーナー入れますので、就職サポートの登録期限までは、オンラインで、いや、これからコースを申し込もうか迷ってるとかいう話は質問コーナーでもできます。質問ルームも同様ですね、そこから入って、論文向けの設定時間作ってますね、9月も。なので、そちらに来てもらえればと思います。で、LINE オープンチャットもまだしばらく学習法とか開けてますので、そちらで相談していただいても大丈夫です。はい。なので、対面とか、オンライン質問コーナーとか9月以降もですね、ぜひどんどん使って、今後どうするかとか、就職の話とかも伺ってたりしますので、活用してほしいなと思います。はい。で、それから、学習環境を整えましょうっていう話で、一旦ですね、科目いっぱいこれまであったと思うので、何かの科目一つだけに絞ってやり直してみるといいかなと思います。で、おすすめとしては、財務計算が一番おすすめですかね。連結だけやるとか、自分の好きな論点だけ例題やるとかでもいいんですけども、できれば計算の先生と少し話してみて、これから再開するんですっていう話とかするといいかなと思います。基本的に財務計算の講師はフォローとかをすごく慣れてるというのがありまして、で、今度ですね、財務計算の先生とか、あと各科目のいろんなフォローの中心に入ってくれる先生とチーム作りまして、フォローの専門グループみたいなチーム、講師陣のチームを作ってまたやりますので、ぜひですね、これまで使ってなかった方結構いらっしゃると思うんですけど、予備校の、ね、受講料ってかなりの部分がその質問相談の、代金に入ってますので、まだ使ってなかった方はぜひ本当にもったいないので、使ってほしいなと思います。はい。で、環境の整え方についてはこちらのページを参考にしておいてください。自宅学習でうまくいってなかった方は自習室行くとか、どこか外に行ってやるのもいいと思いますね。私もあんまり自宅であんまできないので、結構外で勉強というか作業してたりしますけども、やっぱり怠け癖とかじゃなくて、もう勉強するような環境じゃないっていうのがあると思うんですよ。自宅はやっぱりリラックスする場所だったりとか、そういう場所として残しておきたいというのもあると思うので、そのあたりはやっぱり自分の、自分がダメだからとかじゃなくて、それも環境の整え方の問題とかシステムの問題みたいなふうに捉えるとやりやすいんじゃないかなと思います。はい。で、あとですね、こちら書いといたんですけども、社会人受験者の場合、転職っていう可能性があります。転職するとか、休職するとかですね。で、それから今、専念が、ただ専念期間3年間超えますとかいう方ですと、もう就職のことが心配すぎて、勉強にこう支障が出てるケースすごく多いんですね。論文受かってもダメなんじゃないか。論文受かったら基本ちゃんと就活して大丈夫なんですけど、論文受かってもダメなんじゃないかってすごい思い込んじゃったりとか、論文受からなかった時に自分はもう全ての道が断たれてるんじゃないかとか、そういうふうにこうすごく取り越し苦労っていうか、そういうのがすごく多くて、結果として勉強ができない、取り組んでても上の空になっちゃうみたいなケースがあるので、就職サポートって本当に就活する時じゃなくて、こういうその勉強面で差し障りが出ちゃってる時、不安すぎて勉強できないような時にもすごく活用してほしいものなので、ぜひやっててほしいなと。1回15分ぐらい話すと、え、そうだったの？みたいなこと結構あったりしますので、ぜひ聞いてみてください。この試験はメンタル削られるのって、勉強自体がうまくいかないってことよりも、結構この将来が不安でうまくいかないっていうケースが多いんですよね。ので、予備校としてこのサポートはすごく大事にしてますので、ぜひですね、行ってみてください。はい。ということで、で、ここからですね、少し余裕があって、でも勉強をちょっと再開したいなという方向けのプラスアルファのものをいくつか紹介していきます。で、まずはテキストチェックゼミのアーカイブがもう財務計算は上がってますので、そちらを少し使ってみるっていうのもありですね。で、ここにサクセスと、あと企業法の宮内先生の、判例学説対策講義2つ挙げてます。はい。で、まずサクセスについてですね、ちょっとこちらのページからいくんですけれども、今までの教材が全部もう覚えちゃってるって方が結構多いと思います。特に管理会計のトレーニングとか、もうね、数字まで全部覚えてますということ多いと思うんですが、やっぱり、問題解いた上でテキストに戻ってほしいっていうのがあるんですよね。で、問題の答えを覚えちゃってるとかだと、それがちょっとうまくいかないケースがありますので、初見の、解けなきゃいけないレベル感の問題が入ってますんで、ぜひそちらはもしやるんであれば使っても今の時期であればいいかなというところですね。で、財務計算についても、結構教材もアクセスも結構回しちゃいましたとかいうこともあると思うので、論文アクセスね、今やってももう結構数字を覚えてることもあるかもしれないので、そういう方はこちらを使って初見の総合問題の読み取りやるとかっていうのもありかなと思います。
解説講義くっついてるので、それもまあいいかなというところですね。はい。で、サンプルここから入れときますので、ちょっともうちょっとしたら、資料のリンク貼るので、ちょっとお待ちくださいね。で、ですね、ちょっとサンプルでお見せすると、まず大体こんな感じですね。全部合わせて財務だと10センチちょっと、こんなんですかね。で、この単刀論点はこれ単刀でしか使わないものなので、論文向けで言うと9センチぐらいの厚みって感じですね。6冊あって、で、個別論点と構造論点があるみたいなイメージです。なので、今からやるとしたら、まあ、構造論点編のこの3冊のところの、まあ、自分が嫌だなと思う論点を使うとかいうようなイメージがいいかなと思います。で、大体こういう、まあ、出題実績とか、論文とか難易度とか入れてあって、で、論点の説明の部分もありますね。テキストのこう前半部分みたいな感じのものと、で、実際の問題が入ってるようなイメージです。で、管理会計結構薄くてですね、まあ、やっぱ5センチぐらいですかね。全部合わせて5センチぐらいで、で、原価計算と管理会計で分かれてるようなイメージです。で、こちら比較的短い時間のものが多いですね。6分ぐらいなので、まあ、単刀形式みたいな感じなんですが、まあ、初見の問題なので論文向けにもある程度使えるかなというイメージですね。で、租税法もありますので、ちょっとまた改めて租税法のリスタートガイダンスやるときなどにもちょっと参考に提供しようと思うんですが、まあ、租税法についてはちょっと解説講義がないんですが、ただやっぱり論点のこういう説明のところ、まあ、こういう感じでこうテキストのまとめみたいなページと、あとはまあ実際の問題と解説が入ってるみたいな感じですね。ということで、まあ、もし財務管理、それから租税法がやりたいって方はいいかなと思います。まあ、アクセス全部ですね、アクセスを作ってる先生方が作ってるものなので、タック制としては、まあ、多分スッと、あ、なるほど、こういう形式ね、みたいな風になるかなと思います。で、詳しくはこちらの QR コードから行きますので見てみてください。で、それから企業法の判例学説対策講義ですね。ちょっとこの話とテキストチェックゼミの話したら、12月3と5月受ける方向けの話して、で、サポートの話したら、質疑応答に移りたいと思います。はい。で、企業法がですね、こちら24目標から少しずつ取りだめしておりまして、で、宮内先生が全部収録しているというものです。で、内容としては、まあ、サプライズ問題の対策ということで、ちょっとその典型よりもちょっとこう踏み込んだもの、例えば判例でしか扱われてないものとか、そういったものについて、テキストにこう戻るきっかけとか応用力をつけようということで解説しているものですね。で、判例ってものすごい量があるので、そのうちで出そうなものをピックアップということでやっております。で、論証連で作っておりますので、比較的その論文の勉強にも使えるような状態で判例とか学説をお渡しするというイメージですね。で、目的1ってところで、まあ、論文生のためのっていうのがありまして、で、ここが余裕ある方はってイメージですかね。基本的な基礎答練とか応用答練とか、そういったところでもう高得点が取れていたとか、何かテキストの穴はなさそうなんだけども、ちょっとこう発想力とか、そういったところをもう少しやりたいとかいう方についてはありかなと思います。まあ、今の時期結構余裕ある時期なので、まあ、企業法だけちょっと気になる方は、この9月10月計算苦手じゃなかったらこちら使うっていうのも一つありかもしれないですね。で、詳しくはこちらの QR コードから見れますので、YouTube でもサンプル動画一つ上がってます。ぜひ見てみてください。で、テキストチェックゼミの、参考の動画ですね。こちらも後で見ていただくといいかなと思います。ちなみに24目標はすでに全部ウェブスクールの受講生専用ページに入ってますので、そちらから見てみるのでもありですね。ということで、まとめですね、3つです。で、まず、まあ、人それぞれなんですけども、テコ入れがどれぐらい必要かとか、そのあたりで逆算で決めてください。で、こうしなきゃいけないとか、そういうのってなかなかなくてですね、もう自分の本当にもう手応えというか、嫌さ加減、もう論点としてのどれだけ嫌かとか、もう本試験受ける前からもう本当にまずいと思ってたみたいな、そこで考えてください。本試験の自己採点じゃなくて、そちらで考えるのが一番いいと思います。で、2点目として、まあ、苦手だったらちょっとテコ入れしましょうねっていうところなんですけども、計算以外とかについてはやっぱり教材が少し変わってくるというのがありますので、詳しくは9月10日以降にリスタートガイダンスやりますので、そちらでまた来てほしいなと思います。まずはその自分が何が苦手かっていうところですね、ちょっとあぶり出しをやっておいてください。で、3点目として、いろんな科目ありますけども、まずはやっぱり計算をやるのが
一番近道です。なんでかっていうとメンテナンスが楽なんですね。一回やってしまえばですね。なので、もしそこをもっと強化したいんであれば、プラスアルファを使うとかやっていただいて、理論科目については、何が苦手とか、そういったところのあぶり出しをまずはやる。あとは手応えに関わらず就活ですね。本当にすっごい嫌な感じかもしれないですけど、なかなかね、不安な中で法人の方と会うのってすごく最初プレッシャーかもしれないんですけど、法人の方みんなすっごく優しいので、いや不安ですよね、で私もすごい終わったばっかり不安だったんですみたいな感じで、皆さんすごく親身に話聞いてくださいますので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。はい、ということで、じゃあ12月受ける場合の話ですね。12月と5月の話をちょっと数ページで解説します。で、何かですね、聞きたいことありましたら、今質疑応答の Q&A のところから書いてもらえれば後でお答えしますので、何かもう少し気になることあったら、今書き込みリアルタイムの方は聞いてください、していってください。匿名で送信ってとこを押してもらえば、私にもお名前わかんないです。で、担当もし受けるって場合ですね、この間が3回目で、じゃあ次を受けたいんだという場合には、12月担当まだ申し込みができます。で、ポイントとして3つですね、ここ挙げときました。はい。で、やっぱり形式とか問われる論点変わるものが要注意かなというところですね。で、特にここになります。管理と企業法はやっぱりちょっとガラッと変わるところがありますので、そちらはまずどうやって何が出るんだっけっていうのを思い出すことが必要です。なので、問題集で傾向とかですね、あ、こういうふうに出てたなとか、あ、そうそう、こんなふうにちょっとこう引っ掛けられたらあったなみたいなふうに、問題集からテキストに戻るっていうのがやっぱ王道ですね。で、それからじゃあ、管理についてもうちょっと話があって、やっぱ時間配分が担当特有のものがあります。で、そちらはやっぱり答練とか、答練ちょっと厳しくても、模試だけはできれば受けてほしいっていうところですかね。全国模試が11月の合格発表のちょっと翌日とかになるかと思うんですが、そちらを使うのは一度やっておくといいかなと思います。もしくは過去問ですね、を使って、1時間ってどんな感じだっけっていうのはどこかでやってほしいなと思います。で、企業法が昔よりですね、ちょっとこう難しい問題が増えてます。で、ただちょっとここの2回ぐらいは少し簡単に戻ってるので、またどっちになるかなと、また簡単になるのか、それともまた難しく戻るかっていうのが難し、なかなか判断つかないところではあるんですけども、おそらく論文の勉強は多少生きるはずです。問われるとこちょっと違っても、その考えることは多分前より担当の時よりもいいかなと思うので、趣旨を使いながら、ただ出やすいとこやっぱり担当だとこうだよねみたいなのをやっててほしいなと思います。もしかすると、皆さんが受かった時にもう問題集だけで回して受かったって方もいらっしゃるかもしれないんですけども、少しそこですね、現場で考えるかもしれないっていうのは踏まえた上で、担当の勉強を少しやるといいかなと思います。人によっては、12月担当申し込んだんだけど、なかなか、ある程度自分は3回目の論文自信があったから、そんなにもう思いっきり休みますと。で、合格発表の時に、じゃあもうここから3週間ダメ元でいいから全部回してみますみたいなことで取り組む方もいらっしゃるので、この間の論文の、自分のこうやりきった感があるかとか、それからどうしても12月担当受かりたいのかどうかとか、そのあたりでこちらの企業とか管理とか、そこの担当特有のものをいつからやるかは判断されるのがいいかと思います。はい。で、出願がもう始まりますので、12月担当受ける方はこちらですね、申し込みをされないようにしておいてください。で、お金の払い込みは免除期間というか、申請してから合格発表までお金の払い込みは待ってくれるという制度があります。で、もしもですね、5月受ける場合は上級ダブルチャンスじゃなくて上級ストレートっていうのがあるんですけども、合格発表日後から申し込む方がこの場合は多いことがありますね。で、3月末まではもう通常の論文生として基本的には過ごすんですが、担当問題集を少し併用して使うようなイメージです。4月に入ったら、もう全国模試とかは論文受けないでいただいて、完全に4月以降は担当特化の時期に入りますね、というところですね。なので、原価計算基準とかを3月中はちょっとこう、他の論文生に比べると使ってるかなと、あと担当問題集もやってるかなと。でも他のところは論文の応用答練までは使うみたいなイメージでいきます。はい。ということで、12月以降のスケジュール感こんな感じですが、やっぱ2、3月がね、どうしても答練とかがあって忙しくなるっていうのがありますので、そちらを踏まえた上でどれぐらい前からインプット強化を始めるかとか、そういうのが目安になるかと思います。ちょっと本試験の直後にこれだけバーッと話しちゃって、
いやもうね、本試験とか勉強のこと考えたくないよって方結構いらっしゃるとは思うんですけど、人によってはね、ちょっとね、勉強時間がそもそも限られる方だと先に知っておいた方がいいケースもあるかもしれないので、まあ、状況に合わせてこの辺の情報は参考にしておいてください。はい。で、最後ではですね、各種サポートのところを入れておきましたので、タックとしていろんなものを提供してますので、もし何か頼ったことがないとかいらっしゃる方は、ぜひ使うといいかなと思います。はい。で、質問コーナー、質問ルームはまだ9月以降もですね、使えると、タック生使えるというところなので、就職サポートのウェブスクールから入るようにしておいてください。あ、そうだ、就職サポート、まだ登録できてなかったら、とりあえず、最寄りの校舎に相談してみてください。電話でもいいですし、対面でも行っていいです。で、そうすると、あ、じゃあやっておきますねって感じで登録作業してくださいますので、すぐウェブスクールまた9月以降も見れるようになります。で、オープンチャットはもう25目標のものも配信、指導してますので、そちら使うのも OK です。学習法のオープンチャットまだ20目標ずっと走らせておくので、今後のこととかありましたらそちらで聞いてもらっても大丈夫です。質問ルームも9月以降は大丈夫ですね。まだウェブスクール入れますんで、就職サポートの方から来てください。で、こちらちょっと細かいんで割愛しますけれども、まあ、理解と暗記と、それから試験中のこう立ち回りとかですね、この3つをもし勉強再開ってなったらやっていくことになるんですが、もしも早めにテコ入れするとしたら、まあ、ここですかね、特にここかな、その読んでわからないところ、それをなくすっていうのが少し前倒しで必要かなというところです。で、この試験中の行動とかは基本的には答練を通じてさらに深めとく、1月以降のやることっていうイメージなので、まずその試験中に使える武器を作るとか、理解不足のものをなくすっていうのを先にやるのがいいかなというところですね。はい。で、これもう一回挙げておきますけれども、就職とか何か将来で不安な時は就職サポートをぜひ頼ってほしいなと思います。はい、ということで、ちょっと1時間10分バーッと話してしまいましたけれども、やっぱりですね、本当にまずは本試験本当に改めてお疲れ様です。で、3日間ね、全国すごく暑かったと思いますし、自分のその勉強したものが全部出し切れたかっていうと、やっぱりなかなかそうも難しかったかなと思うんですよね。今こう考えた時にいろいろやらかしたなとか、本当はこうしたかったのにとか、論点は本当こうする処理のはずなのにこうしてしまった、でもいろんなことがよぎったりとかあると思うんですけども、もう出した提出した答案についてはもう皆さんの手を離れてますので、それについてはもう終わったことと思っていただいて、で、じゃあこっからってなった時に、会計士として志したんであれば、今しか就活はできない、じゃあ就活はまず取り組もうと、それはそれでやっていただいて、もし来年受けるかもしれない、受ける場合に自分の準備を整えたいということでしたら、まあ、講師陣の質問コーナーとかでも9月以降待ってますし、やることとしてはある程度科目ごとのリスタートガイダンスとかでお伝えしていきますので、その時には頼っていろいろ予備校のサポートとか使ってやってほしいなと思います。ちょっと一つお伝えしておくとしたら、直前期の勉強は続けないでください。直前期の何かをずっと覚えるとか、ずっと問題を解くとか、そういった勉強はやる時期ではないです。それは後々やることであって、今は土台を立て直すっていう時期に再開するんであれば当たりますので、そのあたりもできるだけこう自分一人で悩みすぎずでやっていってほしいなと思います。はい。ということで、今日の私のこう一方的に話すのは以上にしまして、ここからですね、Q&A の時間もう少し取りますので、何か気になることありましたら、今、打ち込みお願いします。で、一応時間としては5時半まで設定してますので、そのあたりまで受けたいなと思ってます。はい。じゃあ1点目で、テキスト24から25に変えるにあたって、この科目はマストで変えるみたいなものはありますかと。ですね、ありがとうございます。で、ですね、詳しくはまたリスタートガイダンスのところで、ここの論点が追加になってますとか、いろんな細かい指示を出しますので、そちらを見ていただきたいんですけども、今からもし変えるんであれば、個人的には理論科目は今もう再開するんであればですね、今からなら復習するときに変えちゃった方が個人的にはおすすめです。しかも時間があるんであればってことですね。で、例えば勉強を再開するのが11月になりましたと、で、しかも社会人ですということだったら、じゃあ、改正のところだけ挟み込んでやりましょうかっていう話になったりもするんですけども、今すぐで、だったら、
前のものってその書き込みがありすぎて結構その見づらくなってることが多いんですよね。なのであんまりそういったところは残さない方が、なんですかね、前の書き込みが邪魔で自分の、勉強の妨げになるってこともあったりしますので、そういった意味ではもう変えちゃって全部クタクタになるまでちゃんと潰し直すみたいなのが個人的にはおすすめです。で、参考としてちょっと担当リスタートの時の話も参考資料で出そうと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。特にですね、財務理論とか監査論とかはぐちゃぐちゃになってるケースが多いので変えてる方が多いですね。で、企業法はそんなに改正がないので、そのままやってるケースもあるかと思うんですが、それもちょっとこう、復習がてら変えちゃった方がもう気分よくクタクタにできましたみたいな話は聞いたりします。なので変えないとしたらよっぽど理由がある方っていうイメージですかね。どうしても時間が取れない社会人の方とか、そういった方はそのままでもありかなとは思うんですが、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。ちょっとお待ちください。租税法とか、計画の計算は基本おそらく変えずでも改正とかはないのでいいかなと思いますが、管理も最後のコロンのところだけ変えるとかいうケースもありますね。でね、ちょっとお待ちください。あれ、出てこないな。よいしょ。ちょっと最初からいきますか。監査論はまず変えた方がいいです。細かい話が結構変わってたりとかしますので、ちょっとストレス感じると思うんで変えた方がおすすめですね。監査論は基本変えた方がいいです。で、租税法についてもやっぱり例題とかの年度が変わっちゃうので、個人的には全部変えた方がおすすめですね。で、まずじゃあ管理会計は法論のところが少し変わってたりしますので、それもやっぱり変えてほしいなと。ただ挟み込むってだけでもありかもしれないですね。よいしょ。管理が前のものを使う人が結構多いかなという印象ではありますね。計算科目ですね。財務と管理が結構そのままの人が多い印象とこです。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。テキスト変えるかって話ちょっと見せますね。よいしょ。はい、お待たせしました。で、これがテキスト切り替えの話なんですけども、これ担当生に向けて言ってる話ですが、基本的にはあんまり変わらずで論文生にも使えるかなというところです。で、ここですね、財務理論が収益認識とかものすごい追加になってるんですよ。で、ページの割り振りもかなり違ってるっていうのがありますので、財理は変えた方が、収益認識だけでも変えた方がいいかなというふうに思います。で、監査論はですね、論文はそんなに参照ページとかあんまりないとは思うんですけども、いちいちちょっとね、細かい表現違うとストレスのところあると思いますので、財理監査はちょっと変える方がおすすめかなと。で、企業と、管理財務が、追加のところとか変わったところをお伝えしますので、そこだけ差し込みでもいいんですけども、財務計算ね、結構前よりもさらに分かりやすくしたりとか、重要性に応じて場所が変わってたりするんですよ。テキスト10から普通のところに戻ってきたり、もしくはもうテキストの1から9のところが歩行のその10の方に移ったりとかいうのがあったりするので、復習があっての財務計算も変えちゃうっていう人はいますね。で、下半分がその内容がどうこうじゃなくて、復習するにあたってっていう話です。で、ここですね、よく言うんですけど、ノイズが多すぎるっていう話がありまして、今までの論文答練の話とか全部結構書いてあったりするじゃないですか。で、そうすると印刷されてる文字よりもそっちの方が目に入っちゃって、で、結果的に印刷されてる文字が全く読んでなかったとか、そういうケースがあったりするので、ちょっとこのノイズの多さにもよるかなというところですね。はい。あとは、2年前のものを持ってるとかいう方だと、ちょっと気をつけた方がいいかなというのがありまして、2年前の教材ってことは、結構その2年分の書き込みがあったりするわけですね。なのでノイズが多いっていうのもそうだし、いっぱい書き込みがあると復習できてるような雰囲気に見えちゃうというか、実はすごい手薄なページなんだけども、なんかこう書き込みがあるから大丈夫そうだなみたいな風になりがちなので、ちょっと2年前の教材使ってる方はもうここで1回変えちゃうというのもありかなと思います。はい。で、次がですね、そうですね、租税法もちょっと新しくするんであれば変えちゃった方がいいですね。計画は理論のところがまだ試験印鑑とかが確定しないと決まらないというのがあるんですけども、
経営学はまあ、テコ入れするとしてももうちょっと後にはなるんですが、まあ、テキスト、そうね、講義受け直すところで少しずつ変えていくって人もいたりしますかね。ありがとうございます。じゃあ次のご質問で、今年に論文合格する可能性はほぼなくて、就活時に企業の方に聞きたいことがまだ思い浮かばないですと。で、8月23日の説明会でその旨を伝えた方がいいでしょうか。また履歴書や自己紹介シートは必要でしょうかということで、そうですね、法人の方に話すときには、論文の合格可能性とかはそんなに聞かれないはずですね。どうでしたとか、ちょっとこう雑談程度、いや大変でしたとかぐらいしか、その相手も聞かないので、その合格可能性、今もうほぼないですとか、そこまで別に相手に伝える必要はないです。で、聞きたいことはですね、法人のホームページとか見ていただくと、いろいろこう、その法人が打ち出してるキーワードとかあるんですね。うちの法人はこうですみたいなのとか、他の法人との違いとかを結構書いてたりしますので、そういうのを見て、で、こう、何か気になる人とかですね、なんか気になる例みたいなのとか、法人の職員さんの動画とかあったりするんでしょ、紹介動画みたいなのあったりするので、なんかところでこうこうこういう話あったんですけど、本当なんですかみたいなぐらいの雑談レベルで聞いてもいいですし、あとですね、一番いいかなっていうのが、今の時期どう過ごしましたとかいう話ですね、は全員がその時期通ってるので、論文後どうしてたんですかみたいな、もうちょっと私すごい不安で、でもちょっと勉強再開するかどうかもちょっと不安でみたいな、決めかねててみたいなこともそのまま伝える方もいらっしゃいますね。で、そうすると、いや、でも自分の時はもうなんか、どっか軽井沢かどっか行ってバイトめっちゃしてましたみたいな話とか、いや、もう自分はずっとゲームしてましたとか、ちょっとその法人の人と少しこう、就活を離れて、なんかこう、人となりが分かるような話をしてくれたりもするので、法人の職員さんとしてじゃなくて、会計士受験の先輩として、ちょっと聞いてみるっていうのは一つありかなと思います。ですね。あとまた公式 LINE とかでも、こういう質問したりする人いますよみたいなの具体で後で流そうかなとは思うんですけど、よくやるのは、今の時期どうしましたって、その人に聞きたい、その法人の話じゃなくて、その法人の職員さんの話を聞くみたいなことですね。で、あとは数字が入ってる質問とかはお互いしやすいんですよ。だから、例えば監査で何個かチームに入るっていう話聞いたんですけど、丸々さんは何チームぐらい入ってるんですかみたいなのとかですね。で、そうすると、ああ、自分はメインは何チームで、で、他にたまに行くのが何チームで、みたいな風に、なんかこう、返しやすいじゃないですか。なので、その数字系のものは、聞きやすいかなと思います。どれぐらいの人数いるんですかとかですね。チームの中に8人ぐらいのチームなのか、もう20人とかいるチームなのか、みたいな。で、そういうのを聞くと、ちょっとイメージ湧くじゃないですか。お昼ご飯みんなで行くのかなとか。まあ、そんなんでもいいので、まずはまあ、ちょっとこう、人と喋るの久々って方も結構多いと思うので、それぐらいのラフな感じでもいいと思います。で、ちょっと聞かない方がいいかなとしたら、なんかその休みの話ばっかり聞くみたいなことですかね。どれぐらい休めるんですかとか、なんかそればっかり聞いて、なんか仕事の話聞かないと、なんか最初から休みばっかり取んなからみたいな感じになっちゃうか、まあ、そのやる気は 出しつつ、なんかそういう少しその普段の仕事ぶりを聞くみたいなのはいいかなと思います。あとはその、なんでその法人にしたんですかとかですね。その法人の職員さんの話をこうできるだけこう自分の、ね、今の状況に引きつけて考えられるように、自分すごい今いろんな法人さんの話聞いてて、まあまず本試験の結果が不安な中で聞いてるから、ちょっとすごい、なんかなかなかいっぱいいっぱいなところあるんだけど、ただどうやったら法人って決められるんでしょうねって、まるまるさんの場合は何が決め手だったんですかみたいな話ですね。そういうのを聞いたりすると、同じ法人の人でも決め手それぞれ違ったりするので、そういうのも参考になると思いますね。なので、まあ、就活の進め方自体とか、今の時期の過ごし方とか、働いて何月ぐらいにどういうことあるかとか、そういうふうにこう、ちょっと数字とか時期とか季節とか、そういうのを考えながら話聞くと、そうすると何か聞いてく、あの何書いてくるじゃないですか、質問の答えが。そしたらそれをもとに、じゃあもうちょっとここについて聞きたいなとか、あ、そうなんですね、なんなんですね、じゃあそれはこうなんですかみたいなふうに、まあ、ちょっとやり取りしてたら、向こうからもちょっと簡単に何か答えやすい質問を聞いてくれたりするので、まあ、最初の説明会、特にタックが主催している説明会って、法人の職員さんに対して就活生が大量にいるわけなんですね。200何人とかぐらいかな、もっといるので、
なので法人の方もいちいち全員の顔と名前を覚えるような状況じゃないんですね。やっぱりまあ法人の人は自分を知ってほしいとかちょっと親しみ持ってほしいみたいなぐらいで、選抜はまだそこまでやれないような状況なので、まずはそこで人と話すのに慣れるとか、そういうふうな感じであんまり失敗を恐れすぎずでいくといいかなと思います。で、最後のご質問、その履歴書や自己紹介シートの件なんですけども、東京についてはその人数がむちゃくちゃに就活生多いので、なくても別に大丈夫ですね。で、法人も28法人あるから、全部に作ってたらなかなかね、大変だと、コピーするのも大変だと思うので、よっぽど何か伝えたければ、自己紹介シートに何か聞きたいこと、質問とかを書いておいて渡すとかいうのでもいいと思います。自分の職歴とか、学歴とかじゃなくて、こういうことが聞きたくて来ましたみたいな、お願いしますみたいなのは作りやすいかと思いますね。はい。履歴書は作ってきてる人は東京だと聞いたことがないんですけど、ちょっと関西とか別の地域だと結構ね、もともと枠が少なくて、最初からこうもう顔と名前がはっきり分かっちゃうみたいなケースもあるので、ちょっと不安だったら関西の方だと別で就職サポートやってたりしますので、校舎の方にすぐ電話して相談してほしいなと思います。はい、ということで、あったらいいけど、まああったらいいし、あったらちゃんと相手には自分の、ね、メールとアドレスとか全部情報が伝わるので、やりやすいかなと思うんですけど、東京についてはマストではないというふうには思っておいてください。はい、ございます。で、次のご質問。じゃあちょっと今8件いただいてるので、じゃあ、あと新しい質問はこちらで締めたいと思うんですが、今いただいてる8件についてお答えしたいと思います。はい。で、ありがとうございます。で、東レの半分近くが積み残しとなってしまってますと。で、ペースメーカーのために全て受け取るべきでしょうかと。そうですね、そうですね。取れんな、半分っていうと、どこまでか、応用取れまでぐらいですかね。直前取れんが受け取ってないとかだったら、直前取れんだったらもう受け取らないで、新しい年度の時に使うっていう手もありますね。計算でなんか新しい問題解きたいって人がちょっと残しといてたまにやるってケースはあったりするんですけども、マストではないですね。企業法とかちょっと受け取ってみて、基礎答練応用答練って結構その簡単な問題が多いので、もうちょっとこうなんかひねった問題やりたいって時に理論科目の直前答練ちょっと見ておくっていうことはあるんですけど、そんなにそこはマストではないですね。そうね。まあ、ちょっとそもそもどういう問題が出たかとか、出題形式が直前取れてどういうふうに変わるかとか、その辺りを知らないってことでしたら、受け取っといて、で、もし解きたいってものがあれば、少し解いてみるのもありなんですけども、気をつけてもらうとしたら、とですね、先ほど最初の方で論文リスタート性の強みと弱みって話をしたんですけども、そこで言った話で、こちらですね。弱みのところで、はい、トーレンベースにならないでねっていうところは要注意ですかね。で、新しい年度でまた分量多くいっぱいトーレンが来ちゃうっていうのがあるので、前のその使わなかったトーレンについては、ちょっとやってみるのは別にありなんですけども、ずっとそれを回し続けるみたいなことは避けるようにしておいてください。あくまで新しい年度の教材とテキストで使っていくっていうのがメインですね。で、はい、ありがとうございます。そうですね、明日小学生試験がありますが、受けた方がいいですか？また超割、再受講、単面価格を超える割引率が受けることができる順位はどれぐらいになりそうですか？で、最後に、この試験は何人くらいの受験生が受けられますか？そうですね、ちょっと再じゃない、小学生試験については人数どれくらいかっていうのが私が把握できてないのがあるんですけども、直後はですね、そんなに受ける方は少なめなので、結構穴場かなとは思うんですけども、論文って論文模試の上位者割引ありますよね。で、あとあれです、5月担当の模試の上位者割引もあります。あれ使えます。なので上位者は結構そちらで割引率結構高めのものをゲットしてきているので、小学生試験受けないんですよ。ってなった時に結構穴場かなというところですね。明日水曜日に19時からありますので。で、19日だけじゃなくて、その後も定期的に小学生試験ありますので、そちら使ってもらうのも OK ですね。合格発表の翌週の水曜日とか、そこら辺でもやります。で、順位については、その、論文の速報ですね、回答速報のところで入ってるので、ちょっと今見ますね。
ック論文とかで出てくるんで、回答なんか一番高くて80%割りみたいなのがあるとは思うんですけど、よいしょ。ですね、そうですね、論文だと40以上とかになったら多分最受講割とかそういうのは余裕で超えてくるっていう感じですかね。だか結構割引率高めのが40%とか60%、80%とかそのあたりを使えたりするので、結構狙い目なので、特に、計算とかね、今だったらまだそんなに忘れてないとかあると思うので、ぜひ受けてみるといいと思います。ございます。受験生はね、そんなにそこまで多くないと思いますね。で、来年に論文を受けることが確実なのですが、この場合、就活とは就活で情報収集するってことで大丈夫でしょうか？面接の練習などはやらなくても大丈夫でしょうか？そうですね、面接とかがもう来年にやるってるんだったら、面接練習は別に今年はマストじゃないです。で、そう、情報収集だけはやっといた方が、翌年の就活がものすごくスムーズにいきますね。あ、この時期にこうすればいいんだなとか、あ、こここうしてみたいなのが、やっぱりやりやすかったって話は翌年聞いたりしますので、情報収集だけはそうしておくといいと思います。面接練習とかエントリーシートまでは仕上げるかどうかはもう人それぞれというところなので、そちらはマストじゃなくてっていうところですね。ございます。で、他校生の方で、アクセス統連っていうのは CPA さんのコントレの位置づけで合ってますでしょうか？ちょっと違うかな。そうですね、多分違いますよね。分量の話とかちょっと伺ってるんですけども、多分 CPA さんのコンプリートトレーニングってやつですね、よりも分量は回数とかで言うと少ないはずですね。ちょっと位置づけが違うのと、その辺が何ですかね、難易度とかの設定とか、あと回転教材としても、下書きがあるかとか、解説、下書きと解説、下書きが全部あるのがタックの方かな。ですね、ちょっとよく聞かれるんですけども、CPA さんのコントレと似てる教材としては、タックのサクセス問題集の方が近いって感じです。で、アクセス通りは何がいいかっていうと、その14回とかそういうので、もう全範囲ちゃんとやりますと。で、そこからテキストに戻りやすく作ってるみたいなのが違うところですかね。そう。で、またじっくり平林先生と一席にあたってのお話ししたいと思ってますが、そのような機会はありますか？地方なので東京に行く機会がなくて、ちょっと待ってください。東京に行く機会がなくて、平林先生が地方公社にいらっしゃるのを待っています。お、どちらの方かな。そうですね、ちょっとですね、10月以降とかにまたいろんな公社回ったりとかは、地方、そうだな、関西が年末年始にはちょっと遅くとも行こうとは思ってるんですけど、オンラインで、確か相談をですね、作るって話になってまして、9月以降とかに論文リスタートを考えている方で、外部生の方ってオンラインのものいろいろ使えなかったりするので、そちらも何かちょっと機会は作るようにしますので、よければそちらとかいらしてもらえたらと思います。で、ですね、そうね、東京、そうだ、ちょっとまたですね、受講相談をツイッターの DM でいただいてたりはするので、そちらで送ってもらえば大体の、本当に概要になっちゃうかもしれないんですけど、対話できますので、ツイッターのアカウントとかありましたら、そちらから書いてもらえたらと思います。ですね。で、サンプルとかもお見せできますので、多分ね、ちょっとやっぱり予備校によって指導方針というか、何ですかね、教材の作る、何ですかね、ちょっとやっぱ考え方とか違うところがあったりして、なので、その完全に同じ教材とかそういうのはなかなかないかなと思うんですけど、タックとしては、何かの教材からそのテキストに戻るみたいな、で、問題きっかけでテキストに戻って周辺まで潰すみたいなのが、タックがやってるテキストベースっていうイメージなんですけども、もしそちらがご自身のやりたいこととすごいマッチするってことだったらいいかなと思います。で、詳しくはですね、あと論文のリスタートガイダンスをその9月以降にやりますので、そちら見ていただいた方が、各科目でどういう教材にするかとか、切り替えどうするか、前の予備校さんのものとタックの予備校で、結構もう移籍された方は全部テキスト変えちゃう方が多いんですけども、そのあたりの使い方とかもぜひ9月中のガイダンス見てほしいなと思います。はい、ございます。で、今週の金曜日に実施される東京の就職説明会ですが、就活生は毎年何人ぐらい出席されますかということで、200人超えてたんじゃないかなと思いますね、確か。
何って言ってたかな、200は超えてて、250とか、ちょっと私も会場にはいるんですけど、ちょっとカウントしたことないんであれなんですけど、途中から来る人とかもいるんですよ。で、早めにもうちょっと疲れすぎて帰りますみたいな人もいたりで、で結果多分200人ぐらいが会場をこううろうろしてたり、ちょっと休んだりまた行ったりとかしてるようなイメージですかね。そうで、いつもだと火曜日にやってたんですよ。今日ですね、今日だ。そうで、火曜日にやってたから、みんなもうぐったりしすぎて、もう話がちょっとなんか立ってるだけ、ちょっとなんかすごいいい人なのはいっぱいいろんないい人を見てたけど、あんまりちょっと頭に入ってこなくて、ちょっと疲れたんで帰りますみたいな感じだったんですけど、今年は金曜日になったので、金曜日になった結果多分増えるんじゃないかと思いますね。ので、地方の方も今年は日程的に来られるんで行きますっていう方が多いので、300人ぐらいね、多分行けるんじゃないかなと思いますね。これ来たい人とかカウントしたら多分300ぐらい行くんじゃないかなと思うんですけど、ちゃんとそれだけ入るキャパシティのあるところを作って、取ってるので、結構ね、やっぱおすすめなのが、9月の2日から7日でずっと東京にいるわけにいかないじゃないですか、地方の方で。って考えた時に、23日さえ来ればその日の、ね、新幹線代とかと1泊だけすれば全邦人の人と喋れるっていうのはかなりいいんじゃないかなと思うので、ぜひ来ていただくといいと思います。はい。で、今は大学4年生で、働きながら論文合格を目指そうとしてます。監査法人の定期採用は目指した方がいいでしょうか。会計事務所とかでバイトしようかどうか迷ってて、特徴ありますかと。4年生で、もし来年ってなったら、どうするかってことですね。そうね。特徴としては、もし会計事務所で働くとしたら、トップが会計士さんのところが結構すごい応援してくれるっていう話は聞きますね。で、あとは監査法人でもしトレーニーさんとか、なんかジュニアスタッフさんとかそういう制度を使うとしたら、監査補助者とかですね、そういうのをやるとすると、試験前休暇がすごい2ヶ月とかもらえたりしますんで、そういった面では監査法人もありかもなというとこですね。で、そのあたりの考え方がですね、就職のサポートの方で進路選択セミナーやったのがありますので、こちら見ていただくのがいいと思います。で、ここでいろんな働きながら目指す場合の選択肢で、こういうところはこういうとこ、なんかこういうメリットがありますとか、こういう特徴ありますみたいな話してますので、ぜひ具体的にこちらのセミナーを見てみてください。ですね。4年生か。そうですね。担当合格者採用でもし働く場合に、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、監査の業務にちょっと携わったりするんですよね。で、それで何かこう、で、しかもまだ監査補助者というか、補助者というかな、スタッフさんみたいなことで言うと、あんまりこう責任のある仕事はさせてもらえないというか、もうそのね、勉強が一番メインだから、勉強が仕事ですよみたいな感じなので、本当にこうちょこっとした作業を頼まれるってイメージなんですね。監査の中の手続きの本当に調書をちょっとエクセル使うところみたいな。で、自分として何かそこで監査上の判断をするとかはないわけなんですよ。ってなった時に、監査の方面白みを知らないままスタッフとして仕事をしてると、なんかそれでモチベ下がっちゃうっていうケースがありまして、で、そこはちょっと切り分けて、もしそこで働くんであれば、勉強して終わった後でもっと面白い仕事がこれからできるぞみたいなふうには思っておくといいかと思いますね。で、会計事務所でバイトする場合に、会計のね、ちゃんと仕事を日中やるってなると結構疲れちゃうと思うんですよ、頭使う仕事だと。なので、単純に少し交通費とか塾代が、予備校代が稼ぎたいとか、そういうことであれば、もうちょっと体を動かす系の仕事とかにしておいて、脳みそを使うのは会計士の勉強の方に当てて、で、体を動かしてそのリズムを作るとか、そっちの方でやるのもありかなと思いますね。今4年生だったらね、数ヶ月は専念しちゃう人が結構多いかなと思いますね。で、そのあたりもこちらの就職サポートで相談できますので、ぜひ聞いてみてください。カフェバイトとか多いですよ。朝のカフェの、店作るとか、その7時から9時だけ働くとか、スーパーの品出しするとか、そういうバイトにしといて、で、日中ちゃんと朝起きるから頑張るんだみたいな、日中は勉強するみたいな人も多いですね。で、次の方で、よいしょ。
で、5、8だった方ですね。5、8世です。で、租税と経額は短期集中講義で進めていたため、これからの再インプットや地形さんの手声では至急取り組むべきと考えてますと。そうですね。租税法短期集中でかなり切ってるので、そこはそうですね。ちょっと講義受け直した方が、レギュラー講義受けるっていうのがいいと思いますね。基礎マスター講義とか、そういうのやっていくといいと思います。トレーニングとかね、ですね。で、一方で、モチベーションの維持や論文免除期間延長の観点から12月担当を受験しようと思ってますと。そっか、そうですね。12月担当な、あんまり、ご質問で、そもそも、まず、12月担当受験をお勧めされるか、受験する場合、どの時期から担当特化にシフトするか、担当特化する場合に、特化前までにやっとく論文論点教えてくださいってことですね。はい。で、12月担当を受けるっていうのは、3年、ダメだった方向けの話ですね。論文が3回ダメで担当免除が切れるという方については、じゃあ12月ダメ元で受けませんかっていう話はします。で、論文の免除期間延長っていうことで言うとお勧めはしてないです。で、まず一つとして、担当の合格者の枠がなくなっちゃうっていうのも一つあるんですけども、担当特化の時期結構長くなっちゃうんですよね。10月11月みたいな風になっちゃいます。で、ちょっと担当生向けのセミナーを見せますけれども、ちょうどありました。こうなりますね。で、12月8日に本試験なので、最後2週間担当論点ぶん回すみたいな感じになります。で、全国模試がこの辺りであって、で、早ければ、10月ぐらいからもう結論暗記開始ですねみたいな話をするんですね。で、本当にこの流れでやると、租税とかのやってる時間9月中しかなくなっちゃいますよね。なので、12月担当に向けて本気で間に合わせるとか、すごい手こ入れ、な、あの、仕上げて受けるってなったら、本当なら、自分が一番強化したい租税とかに手をつけられないまま、12月担当来ちゃうみたいな感じになりかねないので、あんまり、論文を来年ちゃんと、こう、安全に受かりきるみたいなことで言うと、あんまりこの時期に、担当特有の論点とかそういうのばっかりやるのは得策じゃないなということで、論文の免除期間がまだ2年あるとかいう方についてはお勧めはしてないというところですね。そうなので、まずお勧めしないっていう話と、で、もし受験する場合どこから担当特化かっていうので言うと、本当の担当生で言うと10月からなんですよ。で、もしダメ元でちょっと受けたいとかだったら、本試験ね、合格発表が15なので、そこから始めるとかっていうイメージですかね。そう。で、担当特化前に、仕上げておくべき論文論点ということで言うと、やっぱ財務計算の構造論点大事ですよね。連結とかキャッシュとか、企業結合とか。で、そのあたりが、なんか手薄なまま12月担当の勉強するぐらいだったら、そこまでに、例えば、何ですかね。11月の17日に簿記の1級がここであるので、そこに受かりきるぐらい財務と管理を仕上げきるみたいな。それやった上だったら、12月担当受けてもいいかもしれないですね。簿記の1級って結構論文と形式似てるので、で、特商品売買とかやらないで、特商品売買以外のところをすごい仕上げきって受けるとかだったらいいかなと思うんですけど、簿記の1級受けないで12月担当受けるとかだったら、私はあんまりおすすめしないなっていう感じですね。ちょっと私の個人的なのもいろいろ入ってますけども。担当特化の勉強と論文ね、あんまりね、マッチしないところが多いから、あんまりやっぱおすすめはしないですかね。もし早めにやる、早めじゃん、担当やる上で、それまでに手前でやるとしたら、やっぱり構造論点の強化とか、そういうのをやっといてください。ありがとうございます。あと2つですかね。で、ちょいとお待ちください。で、今回が58で論文合格は可能性はないんですが、就活はどこまでやればいいでしょうか。で、自分は勉強をすぐ再開つもりなので、オンライン説明会のみでいいかなと思ってますが、足りないでしょうかと。そうですね。オンラインで9月2日から説明会あるので、気になる法人を1回ずつオンラインで受けてみるとかでも足りるかなと思います。で、対面ね、できれば行った方が結構いいんじゃないかなとは思うんですよね。できればね。ちょっと待ってくださいね。ここに上がってる、例えばタックの説明会とオンラインの説明会、1回ずつだけとかいうのだったら、2日、2日じゃないや。
9月の2日以降は、例えば4大と中小、何かちょっと気になるのがあれば1個2個受けるとか。で、ここに上がってる地域別のものがまだ日程的に行けるんであれば、まあ、1時間ぐらい行ってみて、ああ、こんなもんかと思って帰るのでもいいと思うんですけど、意外とやっぱりね、今年5、8の方多かったじゃないですか。5月担当合格で論文受けた方すごく今年多かったと思うんですけども、やっぱりね、思ってる以上に自分と同じ状況の人がいるっていうのも少し分かると思いますね。みんなそのすごいぐったりした顔で就活してるはずなんですよ、やっぱこの時期って。なので、あ、みんな不安なまま頑張ってたんだなみたいなのも分かって、あ、じゃあ自分も頑張ろうみたいなふうにもなるし。で、法人の方がそもそもその1年目5月8月でダメだったって人もすごい行ったりするんですよね。なので、まあ、ちょっとこう話し相手になってもらうじゃないですけど、いや、この間5月担当終わって、で8月で、いや、もう全然不安なんですってもう話し合ってもいいと思うので、来たらちょっと1時間ぐらいは、関東の方は特に途中退出とか、あと途中で来て途中で帰るとかも全然緩いので、ちょっと地域の方はね、しっかり最初からいないと目に入っちゃうっていうのはあると思うんですけど、8月23日はものすごく緩くやってますので、そっちの方はちょっと顔出してみるといいんじゃないかなと思いますかね。なので、もしタイミングよくこの日に品川とかいられそうだったら、私もいるので、勉強の相談とかしてもらっても一応大丈夫ですよ。夜までずっといるので、ちょっとうろうろしてる私、なんか受付近くとか多分いると思うので、ちょっと声かけてもらって、今後どうするかとか、少し立ち話程度だったら受けますので、声かけてもらったらと思います。まあ、最低限で言うと、法人の説明会ですね、を少し見てみてください。はい、ございます。オンラインでも大丈夫です。はい、じゃあ最後一つですね。で、一人で就職説明会に参加する人は多いですか？で、周りに会計士受験生の友人がいなくて、一人で行くのが不安なので質問させていただきましたということで、ほとんどの方が一人なんじゃないかっていうイメージですね。たまにその大学の友達とか、校舎の友達と一緒になんか2人ぐらいで回ってるみたいな人もいますけど、大体はもう、特に例えば東京以外からいらっしゃった方は基本一人ですし、東京の方もやっぱり通信制の方とか多いので、例年そうですね、就職説明会は一人でいらっしゃって、で、例えばたまたま同じ法人のところで一緒に、例えば、法人の職員さん一人に対して就活生二人でとかいうこともあると思うんですけど、その時に一緒になった人とすごい意気投合して、で、そのまま勉強仲間になって翌年一緒に受かったみたいな話も聞いたりはしますね。そう、なので、全然問題なく来られるので、一人で来るか人が多いから大丈夫ですよ。ぜひぜひ来てください。で、あとはですね、ちょっと先ほどからね、結構やっぱり今年の論文はもうちょっと難しいっていう方が多いかと思うんですけど、あと8月25日ですねに飲み会個人的に企画しますので、もし早めに勉強再開したい方いらっしゃったら、新宿で8月25から25の19時からちょっと個人的に開くので、また公式の LINE とか Twitter とかでも告知しますので、よければ来てください。かなり小規模になるかと思うんですけど、私と大沢先生、関西の大沢先生はいらっしゃるんですけども、例えば1科目受けなかったものがあるとか、何かの大問を全部白紙にしたとか、そういう状況とかね、いろいろあると思いますので、まあ、早めに始めたくて、で、誰か1人ぐらい直接同じ校舎とかじゃなくても少し知り合い欲しいなとかありましたら、25日の飲み会とかも来てもらえたらと思います。はい、ございます。そしたら、1時間45分と長くなりましたけども、じゃあ、いただいているご質問以上で承りましたが、何か追加で今後のコースとか気になるとか困ったこととかありましたら、託生はオープンチャットですね、こちらまだ引き続き9月以降も開けておきますので、そちらの方でも来てください。で、他校の方についてはこちらのツイッターの方で承りますので、受講相談とか、まあ、どの時期にじゃない、まあ、例えば私がこの校舎にいるのでその時来てくださいみたいな話でもいいですし、今後またオンラインでの、外部生のための相談の機会とかも作っていきますので、またそちらもご利用いただければと思います。はい、ありがとうございます。そしたら、じゃあ、今日の私のセミナー以上にしますので、また何か困ったこととかありましたら、予備校のいろんなサポート制度とか使ってやっていってください。で、疲れがやっぱりすごく残ってると思いますので、やっぱりね、本試験終わってから数日経ってから突然こうドーンと疲れが出てきたりとかするので、よくよく気をつけて栄養をとって、ゆったり過ごしてほしいなと思います。勉強のことはしばらくは考えなくてもいいです。
ちょっと就活が落ち着いた時に、ああそういえばあの科目ちょっと嫌だなとか、そういうふうに思い出した時に計算からスタートするとか、私が9月の10とか少し就活落ち着いた時期からリスタートガイダンスまた科目ごとでありますので、その時にちょっと眺めてみていただいて、あじゃあこの科目だけ早く始めようかなとか、そういう時に考えるのでも OK です。ので、9月の7日までは最低限まずはゆったりするとか、ちょっとあんまり身が入らないかもしれないけど、就活少しやりながら家のことをちょっと片付けるとか、ゆったりするとか、体作りするとか、そういう感じでまず数週間過ごしてみてください。はい、じゃあ以上で締めたいと思います。参加ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。あ、ちょっと待って、すいません。いらっしゃる方にちょっと休憩なしだったんで、そのままになっちゃいましたけど。ちょっと最後に今日画面共有した資料、リンク送りますね。ちょっとリアルタイムの方、お待ちください。すいません、ちょっと固まっちゃった。ちょっと待ってくださいね。すいません、ちょっと固まっちゃった。ちょっとじゃあ一旦リコーディングだけ止めますね。リアルタイムの方、ちょっと資料今送りますので少々お待ちください。はい、じゃあレコーディング止めます。ありがとうございます。